りのパイプ、それが彼の自慢。そして日曜の午後には公園に出かけるのさ。フライドポテトを持ってベンチに腰掛け膝に抱いて猫に話すから、通りすがりの人たちは目もくれない。それでいいのさ、彼がスターだったのはもう何十年も前の話。シンガー・ソングライターだった彼の歌に酔いしれた人は数えきれない。地に腰掛けて膝に抱いて猫に話すから、そうさ、オールドマン、今でも君は若者さ。いいんだ、オールドマン、もっと早く